高温対策、まあ、遮光、資材、遮光率何パーセントですかってよく聞かれるんですけど、遮光率って関しては結構シビアで光合成量も減るってところでビニールを上に上げていきます。これはそのためにたるみがなく上に上げることができます。はい、皆さんこんにちは。おさぜん農園のおさむらです。前回に引き続き高温対策でおさぜん農園でも10年以上前から、やっている、まあ、寒冷舎ですね、まあ、遮光、資材を、貼るっていうところを今回お伝えしようと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、そもそもじゃあなぜ遮光資材貼るかと言いますと、太陽の光によって、まあ、熱が、ハウス内に入り、だいたいビニールハウスの中は外気温プラス3とか4になりやすくなるので、まあ、その中でいかにこうハウスの中を温度下げるかってところをやっぱり夏場農家さんはもう課題として感じておられるので、そのハウス内の温度を下げるために遮光資材を貼ります。遮光資材いろいろあるんですけど、僕たちは寒冷舎って呼ばれるものを育苗棟のビニールの僕たちは上にあります。ハウスによってはハウスの中にカーテンとかを貼られる方もいらっしゃるんですけど、それは本当いろいろです。ハウスの中でも結構ですし、ハウスの外でも結構です。うちの場合はなぜ外なのかというと、そもそもハウス自体の高さ、まあ、うちご覧いただくとハウス その高さが割と低いハウス、しかも単棟のハウスなので、そういったところからもしカーテンをしてしまっても中に熱がこもりやすいので、外側に取り付けるというところで外に取り付けています。で、効果としましては、まあ、本当いろんな商品があります。本当ピンキリでいいやつはめちゃくちゃ良くて、遮熱効果もあって、中に光は入れるけど熱は通さないとかっていうすごい商品もあったりしますけども、まあ、費用対効果でうちの場合はちょっとそこまでコストかけずに寒冷舎を貼るのみだけでしてます。で、よく聞かれるのが遮光率何パーセントですかってよく聞かれるんですけど、本当にこれもね、幅があって 30% のやつ、 40% のやつ、 50% のやつ、いろいろあります。で、シルバーもあれば白もあったり黒もあったり、いろいろあるので、それはもうお住まいの土地に合わせてものを選ばれたらいいのかなと思うんですけど、うちの方は、まあ、昔から使ったやつを使っちゃってるんであれなんですけど、あちらは一応 35-40% カットぐらいのものを使ってます。ただ今ちょっともう近年も本当に気温がぐんぐん上がってきてて、夏の暑さももう段違いなので、まあ、メーカーとか業者さんとか聞くところによると、もう30台ではなくて 45-50% ぐらいにした方がいいよって声も耳にしてるんで、まあ、そのあたりは各農家さん、まあ、苗作りの感じ見ながら、ご判断いただけたらいいのかなと思います。まあ、その遮光率って関しては結構シビアで、やっぱり 35% でもカットすることによって日射量ですねがもうそもそも7割になるってところで、光合成量も減るってところで、やっぱり植物体の生育は春張らないと全然違うと思います。ただまあ、その春張らないの違いと夏の暑さの軽減、どっちかを低眠かけた時に、もう梅雨明けからは夏の暑さの軽減をした方が、結果光合成量減っても植物体にとってはいいっていう判断で、もう梅雨だけ大体張るようにしております。ここまでが寒冷舎を貼る理由であったり、種類に関することでした。で、ここからは実際に貼ってる様子とかをお伝えしようと思うんです。ごめんなさい、これも先にお伝えしておきます。うちの方はもう昔ながらの農家さんがやってた、もう本当自分たちで寒冷舎貼るっていうことなので、しかも担当の背の低いやつなので、必ずしもこれをするすべきとも思いませんし、ハウスの上登ったりする作業で慣れてたら全然僕は大丈夫なんですけども、まあ不安な方とかちょっと心配な方はもう業者さんにお願いして寒冷舎貼ってくださいとかっていうのをされるのもいいのかなというふうに思っています。あくまでおさぜん農園が昔から寒冷舎自分たちで貼ってるって様子を今からお伝えしたいと思いますので、よろしくお願いします。では、まずですね、寒冷舎を奥までズドーンと、引き伸ばします。で、引き伸ばした後、距離がですね、上に登って片側分のビニールを上に上げていきます。この時ね、引っ張りながら
今引っ張りましたね。進行方向に引っ張りながら、やってもらった方がたるみがなく綺麗に関連者が貼ることができます。まあ、くれぐれもハウスの上に登る人は落ちないように気をつけてください。で、数メーター行ったらまた振り返って進行方向に引っ張る、これを今やってますね。まとめて引っ張る、ギュッギュッて引っ張る、これをすることでたるみがなく上に上げることができる。で、反対側の人は上から来たものを引っ張って同じ高さになるように位置を固定していくということをやっております。で、寒冷紗貼るときは風がない時間帯を選んでやってください。やっぱり風があると浮き上がってしまって、せっかくね、持ち上げですが落ちちゃったりするので、風がない時間帯、特に早朝とか天気予報を見ながら風がない日を選んで貼るのをお勧めします。割とね、小さい風でも浮き上がったりするんでね。で、奥まで行ったらもう完成ですね。最後こう、ぐぐっと引っ張ってもらって、スプリングで仮止めします。で、これをするともう固定できます。この後、本止め、マイカー線で本止めしていきます。はい、このようにマイカー線で上の部分を止めて、で、下の部分をこう、またパイプとかに固定していきます。で、この時、下方向にぐっと力強く、しっかりと固定してもらった方がいいのかなと思います。はい、以上で完成でございます。はい、いかがだったでしょうか。まあ、こういう感じで貼ってまして、一応今日1日でご覧の通り、うちの場合ね、ここに4棟と合計6棟のハウスにこうやって関連して貼ることができました。で、まあ、貼った後のこうイメージをここなんですけど、まあ本当に 35% カットで、本当体感なんですけど、3度前後ぐらい変わるかなっていう感じで、本当に、先日の動画でもお伝えしましたけど、この時期の本当に3度、4度、5度の違いってものすごく大きいんで、まあこれがあることによって、イチゴも少し暑さ対策になってるのかなっていう思います。はい、以上で、まあ、高温対策第2弾のところで、遮光資材ですね、寒冷紗の貼り方、管理者についてお伝えさせていただきました。いよいよ梅雨明けして、この時期の苗作り本当過酷で、体調管理しっかり気をつけながら、働く時間を工夫しながら、皆さん苗作り一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。はい、以上で今回の動画は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。さよならー。